はい、こんにちは、シルカドギャラリーセナの田中でございます。今日も、ムーニーアートアワードの2022年の、振り返りの提談をさせていただきたいと思います。ロイドワークスの、はい、ゆらさんと、はい、日本画家の池永久先生です。よろしくお願いします。かなりその多岐にわたるあの作家がその二次審査まで上がってきたなって、普通二次審査まで上がってくると、まあ、何かしらの傾向みたいなものがあって叱るのかなと思うんですけども、まあ、本当にもうそれぞれの作家さんが、まあ、それぞれもうかなり あの世界観のものが多かったので、まあ、だからちょっとここあのまた来年も3回目ありますけども、かなりその審査の基準もどんどん広がっていくのか狭めていくのか大変だなと思って見てました。それでただあのファイナリストの方たちはやっぱりそれなりにやっぱりその強い見どころがそれぞれの作家さんあって、だからそこら辺はまああのやっぱその、まあ、今年のファイナリストを見ていただけば分かると思うんですけれども、もう本当にこのムーニーアートアワードっていうのはその傾向なくなんか皆さんに申し込んでいただけるあのアワードなのかなと思って、すごく楽しく審査させていただきました。唯一無二の作品をということで、うんうん、だからどうしてもそのコンセプトの新しさとか、うんね、そういうところを見て選んでしまいがちだと思うんですけど、うんうん、その唯一もう佇まいの美しさみたいなものが、こんな絵はね、私も本当に長いこと見てなかったなと思って、うん、だから私の中でその現代美術の原風景みたいなのもあるんですけど、うん、今回石川さんの絵を見た時に、ね、うん、そのもうある意味ノスタルジーだと思うんですけど、そうですね、ただ、はい、その時はまだ作家さんの姿は知らないんですけど、そうですよね、作品の持ってるこの佇まいの美しさ、はい、静かさ、はい、強さみたいなのは、はい、もう知恵を見て泣いたのは久しぶり。いや本当泣いてらっしゃったから、池永さんの、 あの本当にあの一押し、最後もう強い押しが、はい、あの石川さんをグランプリに挙げたと思いますけどもね。そうですね、はい、その作品見て思ったことと本人に会ってみて何か印象変わりました？どうでした？それも納得しましたよね、うん、はい、からミオニダビュッフェ風の作品を描いた風にも見えるんですよ、はい、あ、そうですね、ビュッフェ風にも見えますね、はいはい、それを狙って描いてる人なのか、うんうん、もう、はいはい、もうやむにやまれず出てきたのかっていうのが2つあると思うんですけど、うんうん、やっぱ本人に会った時にもうこれはその人の体から出てきたものだっていうのが、うんうんうん、それはもう納得しましたよね。確かにそうですね、はい、まあ、本当にあの1年に一度のね、まあ、僕らにとってもその作家との出会いのチャンスですからね、まあ、それはもう本当にあのファイナルの時とかそういう時とかにまあもっと見たいとかもう1点作品持ってきていただくとかっていうのはもうどんどんねあって、本当にあの千秋さんおっしゃってましたけど、ルールにとらわれない審査っていうのをあの来年もしていきたいですし、はい、私はその作家さんが化ける瞬間がすごく好きで、うんうんうん、そのやっぱりみんなスタートしてこうどういう表現を手に入れたらいいのか分からなくて、こう右に行ったり左に行ったりこう悩んでるうちに、ある瞬間ポッと自分の表現になる瞬間があるんですよね、うんうん、どの作家さんも。で僕その瞬間を見るのがすごい好き で、うんうん、でか今回あの三田玲さんなんかも、はい、時々あのネット上に上がる作品を見てたんですけれども、三谷さん独学でずっと書かれてて、はい、でもう長い間こう自分の表現苦しんでて、うん、なかなか形にならないなと思って見てたんです、うん、で今回名前、三谷さんの名前があったので、うん、と思って、はい、作品を見た時に、はい、あ、化けたと思ってたんですよ、ね、なるほどその瞬間ね、すごい好きなんです、うん、あ、なるほどね。どの作家もこう、うん、自分になる瞬間があるんですよね。なるほどね、うん、本当に突然パッと化けるんですよ、うん、あ、なるほどね、その瞬間を見るのがすごい好きなんですけれども、うんうん、
じゃあ審査員賞を、はい、与えた、和田さんね、はい、和田さん、はい、和田さんについて何かちょっと一言は。そうですね、はい、和田さんは僕実は卒展の時に作品は実際見たことなかったんですけど、アートコレクターの方たちの間で彼の作品いいよってすごく教えていただいてたんですよ、うん、で今回無理 の, 第2の二次審査の時に和田さんの作品があって、先ほども申し上げましたけど僕遠隔だったので、その当然その見て選ぶっていうことも重要なんですけど、やっぱり事前に結構圧倒的にその名前が上がってたその情報としてその和田さんっていうのを押して、で選んで、やっぱその本人にその作品の話聞いてみると、やっぱその日本がやってたんですけど、やっぱそれもかなり の, 迷いがあって、こういう表現になって、でやっぱその日本画の画壇への何て言うんですかね、そういうちょっとこうフラストレーションと、あとやっぱりでもどうしてもその日本画っていうそのリスペクトで、そういうなんかそのエネルギーが、こういう新しいその日本画っていうものを用いて の表現になってるっていうのが、授賞式の時にも話しましたけど、こういう日本画家がたくさんいるできてくると、日本画の未来も明るいなっていうところがあって、何よりも本当に絵の力ですよね、すごく面白いですし、かっこいいですし、そこで選ばせていただきました。はい、笠井さんなんですけれども、笠井明子さんで北海道に在住で、光をね描く作家さんと言ってもいいと思うんですね。人は絶対出てこないです、この人の作品ね。で彼女ね、人は出てこないけど、こういう不在の遊園地を通して人を描いてると、人の気配を描いてるっていう作品群で、星野浩二さん のコンテストで、これ土方さんの賞をもらってるんですよね。で今回こちらにも応募していただいて、まだ世にしっかり名前が出てない感じがしたので、これは改めてこの人は出しとかなきゃいけないなと思って選びましたね。独特の赤涼感というかね、華やかなものに憧れてるけどとか孤独みたいなね、だからそれは結構共感できる作品世界じゃないかなと思います、現代人に。本当にその、ジャンルですとかそのなんか傾向をめいたことがもう全くないアートアワードですので、ぜひもう本当にもう躊躇なくというか、ちょっとこういうこのアートアワードの情報を知ることがありましたら、申し込んでいただけたらまず本当にありがたいなと思ってますのと、あと僕のギャラリーとしてはやっぱりその彫刻の作家木彫の作家を探してますので、我こそはと思うアーティストの彫刻家の方がいらっしゃったら、また申し込んできていただけると、その何名も取り扱うわけには当然いきませんが、ありがたいなと思ってます。本当にこの間の懇親会とかでも、受賞者との懇親会とかでもですね、本当に仲間としてその後に続くアワードとであるとも思ってますので、本当にぜひ仲間作り、仲間探し、また業界 の,、画家 の, 先輩である池永さんですとか諏訪さん、またギャラリーとかとですね、もう仲良くなるためにちょっと気軽に申し込んでいただくような形でもいいと思いますので、よろしくお願いいたします。お待ちしてます。美術はその続けた人だけが生き残る世界なので、だから今回もその独学で人知れず描いてた作家さんがこの会場に残ってくれたっていうのはもう本当素晴らしいことだと思うんで、ぜひ僕は美術業界に入っていいのかなみたいな自信のない人でもぜひ応募お待ちしてます。じゃあ今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。